はい、スピリと申します。おはようございます。6月の今日は7日の朝の6時半でございます。寝起きです。ルートボックスね、来てますよということで、ちょっとね言ってあんま紹介していきたいかと思います。私自身はね当たってるとはまあ思ってないので、のんびりとはやっていこうかなと言ったところで、ルートボックスのナンバー2が来てますよと。でリストと、当選者一覧が発表されていますと。で当選者はまた、ミントすることができるよ。でルートボックス開けるのはフィットファイをガストするブロックチェーン上で NFT のネイティブマーケットプレイスが稼働すれば可能になります。取引が可能になりますと。これいつっていうと Q3 と言われてます。これね、すぐに可能になるよみたいな書き方されてるんですけど、 Q3 と明言されてますので、まあまあ早くても7月以降、遅かったら9月っていうね、ちょっとまだまだ先のことになっていますので、まあのんびりと待つしかありません。でちょっとねここの書き方もいろいろと機械翻訳だからかな、ちょっと違和感あるところが多いんだけど、なんかねすぐ来るよすぐ来るよみたいな書き方が結構されてるんだけど、まあまあそんな早くはないので、のんびり待ちたいと思います。ということでまあ開けていこうか。まずねこういう時に絶対注意してほしいのが、このステップアップのアドレスですね。自分でブックマークしてないよって方は必ずねツイッターとか、公式のところからリンクを踏むようにしてください。間違えてもこうやって検索してこうね検索して飛ばない、ここもしかしたらね全然違うページに飛んじゃう可能性もあるので、ツイッターとかでね、あ20万で自分もフォローしてるね、こういうとこで間違いないねって言って確認してからステーキングのページに飛ぶようにしてください。これ下手に変なページ繋いだらもうその時点でメタマスクの中身全部抜かれちゃうとかいうことがあるのでね、ここだけは注意してください。では行ってみましょう。はい、私のステーキングページです。でスナップショットの2飛んで、はい、まあ残念ながらやっぱ私はね外れてるよと。222枚、ではさすがに当たらないね。当たりの一覧がドキュメントで開く、今度はめんどくさこんな形になったんだ。はあ、まあ誰かが多分リストにして見やすくしてくれてるとは思うけど、まあということでまあこんな感じでねできますので、当たった方はおめでとうございます。中にはね結構やっぱ少ない数で当たってる人もいるんでしょう。70枚で当たってる人もいるね。もっと少ない人も多分いるんだろうけど、まあなかなかね前回 2000DT で1個当たればいいかなぐらいだったはずなので、この DT がね持ち越しだとか、1つのアドレスでね5個までのルートボックスしか当たらないよとかいう話がまあいろいろあったんだけど、結局このルートボックスの抽選1回1回に対してルートボックス5個までで DT の持ち越しはなしといった感じの内容になってるようです。この辺はねちょっとアナウンスもうちょっとちゃんとしてほしいなとは思うところだけども、まあしょうがないね。で今始まってるこの DT のねシャープさん、これエポック3もルートボックスが当たるようなんですが、今度のねルートボックスの数はねはっきりと明言されてないです。一応この靴が1万個まで当たるよっていう話で、このシャープ1シャープ2で今7000個配られてるんですね。残り3000なので、次このシャープ3に関してはルートボックスの数自体がもしかしたら少ないかもしれません。まあ、ちょっとこの辺ねまた情報出てきたら、お伝えしますが、ちょっとね3回目は全体的に数が減るかなと思ってますっていったところかな。ということで、まあ、当たった人は本当おめでとうございます。ルートボックスはねミントできるけど、ミントって自分のところにね引き寄せる、取り出すことはできるんだけど、ルートボックスをね開けることはまだまだ先になりますので、まあ、ゆっくり待ちましょうといったところで、スピルでした。また次の動画でお会いしましょう。またねー。